ここからは ABC 交通情報です。ジャティックの大塚光子さん、お願いします。はい、こんにちは。白浜方面から和歌山市内や大阪方面に帰ってくる車が増えてきました。和歌山の湯浅御坊道路の上りが川辺の先を先頭に6キロの渋滞です。また昨日からの東海恵比寿、今日が本恵比寿とあって各恵比寿神社周辺の一般道路も混み合っています。大阪浪速区の今宮恵比寿周辺でも特に国道25号線の西行きが四天王寺駅前と大黒町の間で2キロ前後の渋滞です。阪神高速の環状線も難波出口を先頭に松原線の文の里に伸びて6キロの渋滞、恵比寿町入り口が閉まっています。4号湾岸線の北行きは高い市で事故のため5キロの渋滞です。このほか神戸線の東行きが港川ジャンクションで1キロ、西宮付近の神戸線で渋滞はありませんが、西宮恵比寿神社周辺の国道43号線では恵比寿前交差点を先頭に東西とも1キロから2キロの渋滞になっています。高速吹田センターからお伝えしました。大塚さん、こんにちは。はい、こんにちは。ね、まあちょっと渋滞もあるようでございます。そうですね、言うてもまあ3連休ですからね。はい、明日、はい、成人の日。そうですね、成人の日ですね。まあ、つい最近ですね、大塚さん。そうですね、もう数えられるぐらいですね。ねえ、やっぱりこう晴れ着を着て。そうですね、懐かしいですね。懐かしいね、まあ、はい、5年ほど前かもしれませんけど、懐かしいことでございます。懐かしいですね。ねえ、はい、そんな二十歳の自分へ、はい、今の自分から一言何かありますか？どうだろうか。当時思ってた割と理想というか思ってた通りの人生になってそうな気がするんですよ、私。そうなんですか。そうです、一人で大しく猫と共に生きる。あ、一人で生きていくと。そうなんですよ。あ、もうその時から決めておられた。結婚願望がなくてですね。へー、なんででしょうね。これなんかその当時お付き合いされた方とかはおられなかったんですか？いやー、思い浮かばないですね。ねえ、ね、なんかこう愛が違うところに向かっているかもしれませんよね。そうですね、男性ということではなくて、うーん、大塚光子が考える人類愛ですか。そう、本当の愛ってこういうことなんだ、ね、みたいなね。ははー、そんな二人で解いてまいりましょうか。本当です ね, ね、ちょっと一つ宗教的な感じで、ね、真実の愛をこう二人で解くみたいな、こう、ね、そんなんで、ま、交通情報も入れながら。そうですね、それいいです ね、こう道路を流しながら、ね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。スタンバイよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。それではミュージックスタート。懐かしいアスナロ白書の主題歌が流れてきました。皆さん、私と一緒に本当の愛を探しに行きましょう。藤井フミヤさん、トゥルーラブ。大塚さん、どうもありがとうございました。今度じっくり大塚さんの愛はどんな形なのかね、確認させていただこうかなと思っております。リクエストはランティさん、ありがとうございます。藤井フミヤさん、トゥルーラブ、お送りしたところで、変わってはこちら。